今回は桃の板脱ねのキャラがヤンキーキャラに2体する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。桃の井やっぱ登場したか。あの髪型は一度信じた男の背中についていく男だ。今後忠義の背中についてくと決めるシーンが書かれるのかな。家長と今後バトンタッチがあるのかな。播磨の髪だから普通に国持ちで草。足利家系図スレを見るに家柄も悪くないみたいなんだよな桃の井。でも500巻播磨の髪を持ってしてギリ合格とか言ってるから家柄に関してもハードルクソ高いぞこれ。没落した玄宝城よりヤンキーのがよっぽど上で草。清和源氏足利氏の氏族なんだよね桃の井氏。しばし部下はキラあたりには結構劣るけど割と名門だと思う。ただ敵型なのがネック。チンピラは予想の範疇だったが桃の井が綾子に惚れるキャラは予想してなかったわ。これは綾子の見せ場が多くなりそう。桃の井ヤンキーキャラで草なのに身分も財産もエリートか。桃の井も相当家柄いいのにそれを呼び捨てで使うの。しばけと関東執事の格が出てていいな。桃の井リーゼント部屋のために兜の前半分切ってるの。草防御力落としてまでしたい髪型か。髪型違うけど桃の井と石堂の顔結構似てる気がする。一応は同じ足利一族だしな。離れすぎてるけどリーゼントは他のババアサラ大名のキャラデザに適用されると思ってたから桃の井は意外。忠義に出会って構成して元ヤンになるんじゃね。あそこまでヤンキーデザだと、そもそも忠義の孤高の神になれるのかという疑問が生ずる。名前が忠常だから忠義の配下になった後かなと思ってたけどその可能性もあるか。確かにもう忠常だな。もう忠義と面識あるのか。少年漫画だし変気云々はカットなのか。敵キャラだし少年誌としてわかりやすさ重視で名前最初から変えているのはありえるかも。幼名含めて別名で田野義明くらいしか思い出せないし。すぐに義を切って紹介してるし、次の回で名前変わったらややこしいからカットするんじゃないかな。例外が孫次郎家長だと思う。孫次郎は課長として変わるのが大事そうだから名前が変わるのは面白さやわかりやすさを足してるね。桃の井がバサラ感というか狂犬っぽいのは納得なんだけど本来なら忠義とは相性悪そうに見える。これからヤンキーで一度恩を受けたらずっとそれに報えるタイプになるのかな。多分そんな感じじゃないかなと歴代ジャンプのリーゼントキャラを見つつそう思う。武士としての誉れはどうした。この辺の歴史詳しくない方に説明すると桃の井さんはこの後頭おかしいくらいの忠義強火端になります。素直の字もらってるからすでにそうかもしれない恐怖。綾子には心底惚れているけど石堂みたいに忠義の存在がでかすぎる可能性もあるのか。石堂の鶴子ちゃんは足利のため強くなるために作ったものらしいのでそれよりは良いかもしれないが、ヤンキーが構成して導いてくれた恩人に生涯義理立てすると考えると少年漫画っぽい。恩人死んだ後でも慕ってそうなのはヤンキー漫画っぽい。石堂との歌をしたところ見てたってことはあの先方部隊にいたってことだよな。中仙台の乱で桃の井の記録ってあるんだっけ。よくわからないから一兵卒ってことにしてるんじゃない。久し版の石を継ぐものって形にするんだと思うわ。桃の井奮戦もろなをムシムシ桃の井奮戦もろなを知らん高氏恩賞なんてない。桃の井奮戦忠義恩賞あげるべきだよ兄上高氏。そうだな忠義の言う通りだ。桃の井忠義様に忠誠誓います。もろなおも高氏も知らん。こんな感じじゃなかったか。桃の井の忠義への傾倒ともろなお高氏への敵意って。おい高氏さんお前。当時の忠常はモロナオ配下でモロナオが報告しなきゃ高氏から恩賞あげるわけにも。関王の上乱の時高氏和解の条件は桃の井の首ね。忠義それはできないので決裂ですね。高氏桃井のだけは絶対に許さねえという感じなので忠義からの好感度も高いはず。ピッチしさせるのが好きそうな逃げ若忠義があの格好の桃の井に対して好感度高くなる想像ができない。足利の忠誠がヤバかったのかな。忠義は足利の公平な正義って言ってるからちゃんと活躍したら報酬上げた方が良いと判断したのでは。それでヤンキーに懐かれた。働きを上げるために報酬を与えるのは岩松から想像できるけど桃の井の首を切らせないとなるくらいには好感度高くなる想像がつかない。忠義は兄の子を自称する得体の知れないガキを猫可愛がりするくらいだからやんちゃボーイ好きなんじゃね。まだ得体の知れないかどうかはわかんないじゃないか。義明並みにクリソツの可能性があるじゃないか。忠常は諸名を配下で戦で手柄当てたのに無視されて恩賞もらえなかったのに忠義はしっかり恩賞くれたから狂心的な忠義派になったはず。俺と西国武士多分示してるのは同様などバサラのこと。
高氏を支えるという思考を出してるから逃げ若者直が桃井に対して雑なムーブしてもおかしくないよね。古くからの足利の人たち役に立たないと舐めてた者たちと下に見てそうな忠義に負けてしまうのは芸術性があるかも。逃げ若なめる行動が怖いんだよな。そのせいで大変なことになるイメージがある。足利一門の桃井で現在播磨の神の忠常が2年前一兵卒ってどういうことやねん。なんかやらかして感動されてたんか。ヤンキーになって家出したんかな。いや桃井さん投手なんで。忠常青年不明だから逃げ若では親父健在で荒れた若者扱いなんじゃね。知らんけど。誰かのせいで欠員がごっそり出たからな。兄が死んで順番回ってきたとか。このヤンキーが忠義からの好感度が高くなるのが想像つかないんだけど、構成してピッチリになるのかな。自分と合わない市場で語る子供や不真面目な人間が嫌いだと言いながら、こんな笑顔になる男だからそこら辺の器はでかいんじゃないかな。サザエさんみたいな髪型を認めてくれたんじゃない。忠義派の中でも萌えがトップクラスに戦闘力高そうなイメージなので、次回の戦いの描写が楽しみ。千代丸綾子から考えると人間じゃないような戦いが見れそう。桃井さん柄悪いとは思ってたけど、ヤンキーの予想はしてなかったからそうきたかってなりましたね。綾子への感じからして好きになったら一途キャラっぽいのが、後の忠義を決して裏切らない忠誠心とも重なるのかなって思った。適当。高氏もろなお VS 忠義という戦力の差でかすぎ展開で忠義が勝利するのに、大貢献してる忠義派戦力トップ2の肩欲だからな。桃井の強さはどれだけ持っても良いことになっているはず。ルビがなければ太平記の名を常読みを採用して、もろなおから忠をもらってたけど、もろなおが恩賞くれなかったから忠義配下になって忠常に改めた、とか妄想できたけど、同じ名前の方がわかりやすいだけだろうな。2年前の時点で綾子を見染めた桃井殿はかなり女を見る目がある。それはそれとしてロリコンとは言わざるを得ないけども。桃井さんは何気に時行き、高氏、忠義氏後も生き残って南朝サイドで戦い続ける古参武将になるんだよな。なお最後は負けて消息不明で子孫も伝わらず。こう若舞の祖、雪は片言う桃井忠明が桃井忠常の子孫説があるとか、ついでに似た名前の雪岩田優は岩松京栄の子孫説あり。桃井といい、足利って分家筋多いな。これだけ分家多いと江戸時代も大名として存続できたかが多いんだろうな、きっと。年収2500万円の兵庫県知事みたいなステータスなのに、綾子にふさわしくないと言われてしまう桃井忠常。戦中に結婚申し込んでくる非常識野郎だし、厳しい風紀委員長に名付くヤンキーみたいなもんか。筋は通ってるしな。桃井は忠義に恩感じるのもだけど、諸直が気に食わねえってヤンキームーブするのかも。諸直インテリヤンキーだからリーゼント昔かたぎヤンキーだと相性悪そうだし。忠義はヤンキーですらないが、強い女に惚れて大胆な告白はヤンキーっぽい。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしてください。